こちら裏配線用の穴です。このケースには裏配線用の、ケーブルが見えないように、エアフローとかもこちらの穴から抜けないようになってるんですが、だいたいこういうケースのこれは取れやすいっていうのがあるんですけども、こちらのケースは比較的すごい取れづらいようになってます。ただしこちらの方から横を押してしまうとゴムがすぐ簡単に取れてしまうので、手とかを突っ込まない限りはだいたい取れないと思います。